夜に迷子になったらとりあえず明かりの方へ進むようにしてるんだ。そうしたらとにかく人がいるところに出るはずだろ。なのにどうしてか歩いても歩いても明かりの元に着かないんだよな。近づけないならまだしも遠のいていく時もあってさ、どうしてあんなことになるんだろうな。原因もわからないから対処のしようがなくて困るんだよね。ねえ、今から俺と旅に出ないか。二人で誰にも邪魔されない場所を探しに行こうぜ。資格自体は別にどうでもいいけど、剣の摩耗が激しいのが困るぜ。わざわざ研ぎに出すのは面倒だし、自分で手入れするにも限界があるしな。君って体力ないよな。そんなに体力なくて仕事とか大丈夫なのか、すごく心配だぜ。頑張ってこれから体力つけてくれよ。そうじゃなきゃ楽しめないだろ、俺も君もさ。そうなんだ。君を満たせてないなんてこれは大問題だよな。今回は余裕なくなるくらい頑張るから許してくれよ。また買い物か。飽きてきたな。飽きもするさ。全く意味のない会合だ。お前は飽きないのか？お前、適応能力があるな。わらわは飽きたよ。会いたくもない奴らに会い、話したくもないのに話す。くだらない。ああ、つらい。ここにいる間は好きに首をはねられない。俺も困るんだよな。ここクローバーの町って不慣れだから迷いやすいよ。いつまで経っても慣れない。あなたはどこだって迷うでしょう。城でだって迷えるんですから、どこにいたって同じです。ここは格別に迷いやすいんだよ。迷路みたいだ。俺どうしても覚えられないぜ。こんな複雑な町並み覚えられる人いないよ。僕は1時間帯で覚えられましたけど。ペーターさんは賢いからな。俺だって時計塔広場の街並みなら覚えていたんだけど、ここは迷いやすすぎるよ。覚えられない。君は？一緒に迷子仲間になれると思ったのに、みんな方向感覚がありすぎるよ。彼女を巻き込まないでください。
もうすぐ会合を開く必要もなくなります。そうしたら会合なんかに連れ出されることもなくなりますよ。会合でない時期に来るのは良い。だが会合中はおかしな組織の者も多い。こんなこと長くは続けたくない。かといって城に残していくのも心配ですしね。会合なんて続かなくてもいいものなんですよ。愛されてるな。ねえ、今から俺と旅に出ないか。二人で誰にも邪魔されない場所を探しに行こうぜ。俺を探してくれてたの？え、陛下に呼んでこいって言われたから探してた？そんな野暮なこと言わないでくれよ。どうせなら俺に会いたかったって言ってほしかったな。やっと見つけたよ。ずっと探してたのに心配してたんだぜ。俺を放ってまでうろうろしてたんだから、よっぽどの用事だったんだよな。用事の内容聞かせてくれよ。君って度胸があるよな。堂々と領土じゃない場所を一人で歩くなんてさ、本当に度胸があるぜ。それともあるのは自信の方なのかな。どっちでもいいけど、あんまり一人で出歩いてほしくないな。ないとは思うけど、君に何かあったらすごく悲しくなるからさ。できれば出歩くときは俺を連れて行ってくれよ。そうしたら君のことを守ってあげられるだろ。呼び出しをかけておいたはずだが。すみません、陛下に呼び出されてましたよね。この世界はとても迷いやすくできている。だから俺もよく迷っちゃうんですよ。ちゃんと行くつもりだったけど遅れてしまったみたいだ。怒ってます？呼び出し通りに来るというような期待はしていなかったがな。そうですね、過度に期待すると良くないですよ。ああ、不出来な部下を持つとろくな期待もかけられなくて困る。すみません、解雇してくださっても構いませんよ。俺もお役に立てないのは心苦しいです。わらわには解雇したくてもできない。いくら解雇してやりたくてもな。いい気味だと思ってます？ああもちろん、せいぜい迷えばいい。迷ってもお前の行き着く先は決まっている。今は寄り道をする場所もないだろう。陛下も行き着く先ですよね。あなただって変わらない。ああ、でも陛下と一緒だなんて、なるべく遠回りしたい気持ちも分かってくださいよ。怒られちゃった。なんで怒るのかな。
全てのことに理由がつくんだね。君は賢いな。なんだ？俺は子供じゃないんだぜ。動物でもない。なんだぜ。ああ、俺は強いと思うよ。君よりはね。こんなところ見られたら恥ずかしいんだけどな。強い男はそんなことはしないよ。また会えたね。君って俺がどこで迷ってても見つけてくれるよな。そういうのってなんか嬉しいよな。いつもお世話になってる大切な君に俺から心のこもったプレゼントを贈りたいんだけど、どういうものをプレゼントしたら喜んでもらえるか考えたんだ。それでやっぱり君の希望を聞いた方が確実かなって思ってさ。何が欲しい？俺？俺だったらいつもあげてるじゃないか。今更俺が欲しいなんてどういう意味？冗談冗談、分かってるよ。誘ってるんだろ。や、どうしてそんなところに隠れてるんだ。俺が来るのが見えたから隠れた。ひどいな。どうして隠れたりするんだよ。俺、君に何かしたかな。ほら、そんなところに隠れてないで出ておいでよ。隠れたままじゃゆっくり話もできないだろ。早く出てこないと無理やり引きずり出しちゃうぜ。また会えたね。君って俺がどこで迷ってても見つけてくれるよな。そういうのってなんか嬉しいよな。そろそろ会合に向かわないと怒られちゃうね。別に行っても行かなくてもいいような気がするんだけど、真面目な君が隣にいるとそうとも言ってられない。頑張れるようにキスしてくれない？気合を入れる意味を込めてさ。な、いいだろ。
飴を舐めてるわけじゃないのに、君の唇って甘いよな。何度だってしたくなる。まずいな、別のところに気合を入れられちゃったみたいだ。こっちだよ。逃げ出すのならこっちを見て。ドアを開けて。また会えたね。君って俺がどこで迷ってても見つけてくれるよな。そういうのってなんか嬉しいよな。君ってトカゲさんと仲いいんだってね。彼と一緒の時ってどんな話をするの？俺に教えてよ。君が俺以外のやつとどんな話をしてるのかすごく興味があるんだ。また会えたね。君って
俺がどこで迷ってても見つけてくれるよな。そういうのってなんか嬉しいよな。君とペーターさんって仲いいよね。ああ、仲いいのはペーターさんだけじゃないか。君って友達が多くて羨ましいよ。別に非難してるわけじゃないぜ。まあ多少は面白くないって思ってるけどさ。だって友達以上だったら困るだろ。え、どうして黙るんだ。ペーターさんと仲がいいなんて言ったから気を悪くしちゃった。ごめんな、ただの冗談だからな。機嫌を損ねないでくれよ。呼ばれていたな。忘れるところだったよ。俺寂しいのかな。なんで寂しいのかな。でも君がいるのに。そうだね、ユリウスじゃない、君は君だ。なんでたかが男友達が消えたくらいで寂しがらなきゃならないんだろう。でもさ、男友達が大切って気持ち悪くないか。正直だね。気持ち悪いか。だな、俺って気持ち悪い。そうだな、気持ち悪いな。よし、今度ユリウスに会えたらお前は俺の大切な友達だって言おう。大切な人だの方がいいかな。よりリアルな感じに気持ち悪い。それは困るな。
いいや、前にも二度ほど。ああ、そういえば、その時も参ったよ。不調続きでさ。そっか、ユリウスがいなかったからなんだな。不調すぎて参ってさ。その時も参ったんだ。かもね。君に教えられなかったら気づかなかったぜ。その時は君がいなかったからな。君がいない時は参ってた。違うよ、君がいるのといないのとでは。俺、ここにユリウスがいて、君がいなくても寂しかったと思う。さて、行くか。俺はさ、代わりの聞かないものなんて気持ち悪い。切り捨てられたら楽なのにな。え？俺に道案内は必要ないんだ。ああ、俺はいつも迷うけど。どんなに迷ったって、必ず帰り着く。一つの場所にじっとしてられない性分みたいだね。俺もそうだから理解はできるよ。ずっと同じ場所にとどまるなんてつまらないよな。でも理解はしてあげられるけど、納得はできそうにないな。ほら、俺って心の狭い男だからね。君が俺以外のやつのところへ遊びに行ってるなんて許せるはずないだろ。もうすぐ会合の時期も終わるな。ああ。会合は不安定な時期に行うもの。引っ越しから時間が経てば安定するから、話し合う必要もなくなる。安定といっても、この世界は全て狂っているがな。元に戻るだけだ。いつもと変わりない時間に戻る。いつも通りだ。常に変わらぬ場所で回り続ける。くだらない時間に戻る。
何一つ変わりなく無意味だ。苛立たしいばかりの時間が続く。また会えたね。君って俺がどこで迷ってても見つけてくれるよな。そういうのってなんか嬉しいよな。ウサギに猫にネズミ、いろんな動物がいるけど、君はどの動物が一番好き？俺は断然ウサギだな。じーっと眺めてると思わず笑いたくなるくらい微笑ましいとこが大好きなんだ。ネズミくんか。俺以上にペーターさんが大好きな子だよね。あの子を見るたびにちょっと病院に行っておいでって思うよ。そう口をついて出そうになるのを我慢するのも結構大変なんだぜ。